ご視聴ありがとうございます。ダイフマンです。今回はドナドナの伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲はカポタストを使わない、いわゆる開放弦 Am コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で6種類、簡単に確認しておきましょう。 Am コードの形です。C コードの形です。 Dm コードの形です。4弦から下を響かせましょう。 E7 の形です。 G コードの形です。 G7 コードの形です。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回の課題曲は4拍子。まず最初に各コードのベース音あたりを狙って狭い範囲を1往復します。ベース音とは和音の要となる低音で、例えば Am コードですと5弦がベース音になりますから、5弦を中心に1往復。次に5弦から下を跳ねるように1往復。この一連の動きを言葉に例えると、これを4拍の間に2回繰り返して、その際左手親指をやや前にせり出すようにして6弦に軽く触れさせておくと音が響かなくなり、5弦を狙いやすくなります。では少し難しいかもしれませんが、左手 Am コードを押さえてこのズンジャカズンジャカ1セットを計4回ご一緒しましょう。ゆっくり4カウントで入ります。1, 2, 3, 4, 3, 4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 ,
から先習熟スピードには個人差があります。画面左上緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。序盤の2行まず1行目のゆっくりお手本を先に聞いてください。ではさらにゆっくりスピードでこの1行目をご一緒しましょう。フォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。晴れた日下がり芝へ続く道。1行目が標準スピードに達すると、続いて2行目、コード進行は1行目とほとんど同じです。ではまずゆっくりお手本です。ではさらにゆっくりスピードでご一緒に、フォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。2行目が標準スピードに達すると、
続いて中盤の2行、まず1行目のゆっくりお手本です。ではご一緒にゆっくり4カウントで入ります。1行目が標準スピードに達すると、続いて2行目、ゆっくりお手本を聞いてください。ではゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。この行が標準スピードに達すると、となります。そして終盤の2行、まず1行目のゆっくりお手本です。ではご一緒に4カウントで入ります。この行が標準スピードに達すると、そして最終2行目、まずゆっくりお手本です。ではご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。最終行が標準スピードに達すると、となります。今回の課題曲はもともと戦前に生まれた外国曲で、その後各国語に訳され世界中で愛称されるようになりました。我が国でも学校教科書にも取り上げられましたので、世代を超えてみんなで歌える名曲です。ぜひ制覇なさってください。全体の弾き方解説は以上です。なおフルコーラスの歌詞とコード割りを見やすい PDF データでもご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。さらにこの後別冊付録ドナドナお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。